It's a single life。 シングルで気楽なお一人様天国、もう大丈夫よ、ほんでおいで。さあこの時間はナギの講師、乃木坂46井上ナギ先生による乃木坂ロックス。今夜の授業は生徒のみんなから届いていた最近の書き込みを紹介していくそうです。ナギちゃん先生の乃木坂ロックス。宮崎県18歳女性、ラジオネーム天智久保丹さん、ありがとうございます。なぎ先生こんばんは。みんなとの和を大切にする授業、とても素敵だなと思いました。私もなぎ先生のようにいろんな人との和を大切にして生活していきたいなと思います。なぎ先生のこともなぎ先生のお声も大好きなので、これから毎月の一週目が楽しみになりました。ありがとうございます。ね、本当にそう、先月からスタートした私の乃木坂ロックス、この授業では私と生徒の皆さんとの輪を大切にしていきたい、生徒と生徒をつなぐ温かい輪を作っていきたいという願いを込めて、私はここでナギの講師として皆さんにこう授業をお届けさせていただいているんですけども、こうなんか自分が大切にしていきたいなって思ってることだから、こういうことによって自分をそういう人間にしていきたいなみたいな願いがこもってたりとか、そういう思いを込めてナギの講師っていうお名前にしたので、なんかそういう風に言ってもらえてすごく嬉しいなと思います。一緒に輪でつながっていきましょうね。さあ今夜も授業していきましょう。Attention everyone! 乃木坂 Locks! Starring 井上凪。生徒の皆さん、こんばんは。凪の講師、乃木坂46の井上凪です。今日はこの1ヶ月の間に私宛に届いた書き込みをチェックしていきたいと思います。まあ、昨日はね、ちょっといろんな事情があって、羽根氏の書き込みを紹介しましたので、そういろんな事情がありまして、はい、今日は割と新しい書き込みを紹介していきたいと思います。ということで皆さんからのメッセージを読んでいきましょう。まずこの生徒さんのメッセージを読みたいんですけれども、ちょっとラジオネームの読み方がわからなくて、なんだろう、しゅんしゅんしゅんしんしんおみさんすいません、ちょっと漢字弱者でごめんなさい、読めません。ちょっとすいません、ごめんなさい広島県18歳男性からのメッセージです。なぎ先生こんばんは。最近のブログで家族やメンバーと夢の国に行ったという投稿をしていたのを見ました。自分も夢の国は大好きで、ビッグサンダーマウンテンやスペースマウンテンが好きです。なぎ先生の好きなアトラクションは何ですか？いつも元気をもらってます。ちなみに自分の名前はシュンシンって言います。あら、名前の読み方が最後に書いてありましたね。シュンシンさんでしたそうなんだ。シュンシン、これなんだろう、シュンは瞬発力の瞬じゃないんだけど、左側ないバージョンで伝わるかな。で、オミは大臣とかの陣で、シュンシン、ちょっと言いたくなりますね、この響き。シュンシン、シュンシンさん、シュンシンさん言いたくなります、この感じで、夢の国ですね。そうそうそう、好きなアトラクション何ですかとのことで、ディズニーランドかな、ランドのスペースマウンテンが好きです。あれはね、怖くない、なんか楽しいです。そう、弟と言ったんですよ。10個下の弟がいて、弟も怖いのやだ怖いのやだって言ってたけど、あのスペースマウンテンだけはもう一回乗りたいって言って、でもちょっとあれ並ぶじゃないですか、めちゃくちゃ並ぶんですよ。だからちょっと並ぶの嫌だなと思って、一回しか乗れないんだよこれそう、一人一回しか乗っちゃいけないんだってこれって嘘をつきました東京都20歳男性、ラジオネームぼっち当社さん、ありがとうございます。なぎちゃん先生こんばんは。こんばんは。伊予木真央ちゃんと川崎さくら先生と声優に挑戦した
アニメ不思議駄菓子屋銭天堂拝見しました。かなり集中して見ていたつもりだったのですが、ニャギがつまみ食いを注意されているセリフのところまで3人の声が入っていたことに全く気づかず、完璧にアニメに溶け込んでいて驚きました。ナギちゃん先生は放送はご覧になりましたか？声優に挑戦してみていかがだったでしょうか？まずは見てくださってありがとうございます。そうなんです、先日1月19日に E テレで放送されたアニメ不思議駄菓子屋銭天堂で5期生の伊沖真央ちゃんと川崎さくらちゃんと3人で声優に初挑戦してきました。もう夢だったんですよ。声優さん私も大好きだし、いつかお仕事で会ったらいいなってこう密かに思ってて、放送もルンルンでこう見てたんですけど、自分の声を客観的に聞くことって今はこうやってラジオやらせていただいたりとかしてあるけど、なんか井上凪じゃない私の声をやっぱ聞くことってなかったから、自分で聞いててもね、あ、これ私かってめっちゃなったし、あの伊沖真央ちゃんと川崎さくらちゃんはガイアでね、なんか参加してたんだけど、私は収録現場にいたから注意深く聞いてて、あ、これだ、真央いた、さくらいたってなったんだけど、なかなかこう気づかないぐらい本当に溶け込んでてすごいなって思ったし、あの同期の一ノ瀬美久ちゃんが割と好きらしくてですね、あのみんなが出るって聞いてすごいびっくりして嬉しかったよって言ってきてくれて、すごくねそれが嬉しかったなって覚えてます。続いて京都府23歳男性、ラジオネームキサラギハツカのストレイシープさん、ありがとうございます。なぎちゃん先生こんばんは。少し前に超乃木坂スター誕生でなぎちゃん先生がプロデュースされたボカロスペシャルが放送されていましたね。歌唱メンバーもパート割りも完璧で5期生を熟知し、ボカロにも造形が深いなぎちゃん先生だからこそできる素晴らしい回でした。どれも初めて聴く曲だったのですが、素敵な曲に出会うことができました。ブレーシングが特にお気に入りです。僕は原曲よりもセルフカバーや歌い手さんのカバーを聴くことが多いのですが、なぎちゃん先生はこれらのカバーを聴かれますか？ちなみに僕のおすすめはハチ先生の砂上の夢食い少女と、そのリメイクである米津玄師先生の夢食い少女です。ということで、 ありがとうございます、見てくださって。そうなんですよ、私ボカロがすごく好きでして、超乃木坂スター誕生でボカロスペシャルをやってくれるということで、もう超張り切っちゃってですね、もう衣装も決めたし、誰がどこで歌ってほしいとかも決めたし、カメラ割りも決めたしもちろん曲とかいろいろね、なんか全部ではないんだけど決めさせてもらって、すごい私も楽しかったし、そうやって私が楽しんだ回で、あのみんなにも良かった、楽しかったってメンバーとか見てくださった方にも言ってもらえたのがやっぱすごい嬉しかったですね。で、あのセルフカバーだったり歌い手さんのカバー聞きますかということで、私は割と聞きますね。まずボカロを知ったのが歌い手さんだったりカバーされている曲を知って、でそこから、あ、この曲ボカロ曲なんだって知って、割といろいろ聞くようになったので、でおすすめを書いてくださってるんですけど、砂上の夢食い少女、これ好きですね、私めっちゃ好きで、まあなんか歌詞もすごい好きだけど、 MV だったり曲の雰囲気もすごい好きなんですけど、私リメイクされてるの知らなくてですね、あの米津玄師さんもすごい好きなんですけど、でも知らなかったから、あの今こう教えていただけて、あ、そうなんだ、聞いてみようって思っています。ありがとうございます。でちなみにね、あの割と私元気を出したい時とかにメガテラゼロさんがいろんなボカロ曲をカバーされてるんですけど、でね、そんな方がこうカバーされている楽曲でもあるし、普通にボカロ曲としてもすごく私個人として好きな曲があるので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。僕の命を食べ、君が命を大事にすればいいのに、僕の過去の裏で君が愛を大事にすればいいのに、そんなこと言って欲しいわ、欲しかったのはどうだって、くっかみてた本人の懐かないか、苦かった、苦しかった、悲しかった、
届けしているのは神崎伊織さんの君の神様になりたいです。この曲はそれこそメガテラゼロさんのカバーを最初に私は聞いて、なんていうの、すごい綺麗なものだけじゃなくて、でもちょっと苦しい部分とかも描いてる感じがすごい刺さって、本家の今こう流れて聴いてくださっている神崎伊織さんの君の神様になりたい、ボーカロイドが歌ってるんですけど、これはこれで本当にちょっと無機質な中で訴えかけてくれる感じとか、辛くもなるしでもすごい救ってくれる曲なので、たくさん助けられたし大好きな曲ですさあそろそろ授業終了の時間になりました。乃木坂ロックスでは私への質問、相談、私に話したいことなど何でも自由に受け付けています。乃木坂ロックス井上凪宛のページから書き込み、メールをお待ちしています。 X でのポストはハッシュタグ乃木坂ロックスでお願いします。ということで、私とはまた明日この教室でお会いしましょう。乃木坂46の井上凪でした。バイバイ。さあ、ボカロといえばナギちゃんっていう感じになってきたね、もう代名詞になりつつありますけど、今日はね、この後ボカロロックスもあるし、ボカロナイトとかちょっと一緒にやりたいよね。そうだね、いつしかね、一緒にやれたら絶対楽しいだろうね、なんかナギちゃん、なんかどんなこと言うんだろうね、来たらね、なんかボカロの曲とか流してさ、あ、なんかこの曲はみたいな、いろんな話聞きたいな。もうよかったら遊びに来て、生徒のみんなも引き続き凪先生におすすめボカロ曲とかね、ボカロのカバー曲があったら掲示板に書き込みよろしくお願いします。さあ、ということで凪ちゃん先生とはまた明日。